ばこんばんは。毎日絶好調のドレミファ音符姫、泳げたやきくんからすみっこ暮らし、いいゆらなからオーシャンゼリゼ、ソナチネからモーツァルト、ドビュッシーからいろんな曲を弾いております。素早い動きなのだ。お魚くわえたドラ猫を追っかけて、果たしてかけてく陽気なサザエさん、みんなが笑ってる、お日様も笑ってる、ルルルルルル、明日も暑い日ね。最近暑い日が続いております。適度に涼をとり、良い子の皆さんもきちんと水分をとってくださいね。ちゃんと遠慮をして、カルピスいいという女の子もいれば、やったと喜んでくれる子もおります。遠慮はしなくていいんですよ。
暑い時は無理をしないで水分を取る。ちゃんと先生に言ってくれると先生もまた嬉しいです。良い子の皆さんも自分を信じて自信を持ってね。自信を持つということはとっても大切なんです。自分なんかダメよと思ってしまうと、もっともっと自分はできる、自信を持ってくださいね。生徒の力を信じてあげる、これはピアノ嫌いも克服できる方法です。練習すれば必ず成果が出、自信がつきます。できないではなくできるんです。ちゃんと8分の6拍子もゆっくり、8分音符が6つ分ゆっくり、平音記号の位置ちゃんと和音を覚えれば簡単な曲はすぐに弾けます。ちゃんと和音も覚えるととっても簡単な曲がいろんなバリエーションで弾けるようになります。アドラーピアノレッスン、子どもたちの能力を信じて、できないではなくできるという魔法の言葉がけをかけてあげることが大切になってきます。それではまた。だるまさんがころんだ。あら、最初はぐっちゃんけんぽん、生まれたって。卵3歳6歳9歳。先生後ろ向いたってんな。はーい。どみでどみみでどみでどみみで、楽しく学ぶことはとっても大切です。それではまた。明日も明後日もご期待くださいな。なんかやってほしいき。幼児熟語に世界の首都クイズ、世界のご当地クイズなどためになるお話もたくさんございます。それでは。